こんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日は、9月の5日日曜日です。今日はですね、久しぶりに1号地に来てみました。ちょっと雑草がねかなりやばいんで、買ってから動画にしようと思いまして、今草刈りが終わりましたんで撮影しております。とその前に、今はですね、ちょうど登録者さんを見たら700人になっておりました。ありがとうございます。これからも1000人に向けて動画をね、ショート動画とかいっぱい撮っていこうと思いますんで、皆さんどうか見てチャンネル登録と評価ボタンをお願いします。ではそれでは、1号地の様子ですね、早速見ていきたいと思います。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、まず全体を見ていきたいと思います。こっちが、落花生の大まさりですね。でこちら畝は何も植えてません。もう収穫終わってちょっとねリセットしようと思って何も植えてません。でこちらが3週間4週間前に、大雨が始まる前に撒いてた人参とかラディッシュ、あとビーツですね。一切芽が出てません。なぜでしょうね、これちょっとねこればっかりは分かりません。でこっちが菊芋と里芋でね、ここ菊芋が全部枯れてしまいました。理由は分かりませんけども、長雨の影響だと思います。まあちょっとねこのまま様子を見ようと思ってたんですけど、もう全部一部を残して全部切ってしまいました。もうね、健康野菜スーパーフードということで、スーパーフードならねもう一回芽が出てこいやということで、もう一回全部一回切り戻してみました。これで出てくればね、栽培方法はこれで正解だということがわかるんじゃないかなと思います。で今日のメインはこの里芋ですね。ちょっとね皆さんこちらよく見ててください。なんかねちょっと違ったとこがあると思います。はい、じゃあちょっとこれは後回しでちょっと大まさり見てみます。雑草で覆われてて小ぶりやった株なんですけど、結構ね大きくなって、この下にこんな感じでこいつがね地面に刺さって、今こんな感じでだいぶね実がついてきてると思います。ちょっとね土寄せをしようかなと思ってもね、雑草が多くてもう土寄せはあえてせずに、もうこのままでねやってみようと思います。手を抜いてね、手抜きでこのまま行こうと思います。こんな感じでね、もう雑草がすごいですよ。こっち1号地もうかれこれ2時間ぐらいかけて草刈りしたんですけど、だいぶやっと片付いてきました。はい、じゃあそれではお待ちかね、皆さんこの里芋ちょっとねすごい現象が起きてますんで、ちょっとねこちらご覧ください。はい、こちらじゃないです。はい、こちらでもないです。でこの雑草に覆われてるこの里芋でもないです。そしてこちらじゃーん、こちらの里芋です。ちょっと見えてますねこれ、てってりー、見えますか。こちら里芋、この里芋の花は10年に一度しか咲かないそうです。違う、10年に一度じゃないか、10年に一度咲くか咲かないかのすごい貴重な花みたいですね。縁起がいいそうです。見てください、里芋の花だそうです。なんかね葉っぱが枯れてると思って、ね、ちぎろうとしたら、これ花だと思って調べたらね、見えますか、これすごい貴重らしいです、里芋の花。ちょっとよく見てみましょうか。あ、向こうにも咲いとったんかね。ちょっと向こうに雑草を抜いたところが、ちょっと向こう見てみましょうか。ちょうどねつぼみとしてあるんか、
じゃじゃーん。はい、こちら、これがつぼみだそうです。これ2つ咲いたよ、3つ咲いてない、咲いたあったよね。おす、これが一番咲いとうね。クラクチョウカみたいな、なんかすごいね。すごい。ほら、これが花開いてさっきの花になるみたいです。これがなんか湿気と温度が条件が揃ったら開花するそうですけど、もうね、数十年に一度稀な現象だそうです。なのでこの私のチャンネルを、この動画を見ているあなたはかなり貴重な経験をしていると思います。それでね、この縁起がいい花ということは、これもしかしてこの動画で1000人いくんじゃないかなと私とお母さんは思ってありますので、皆さんチャンネル登録をお願いします。そんなね、そんな気持ちでしょったらチャンネル登録者さん減ると思う、減るかもしれないんで、やっぱやめとこう。これね、この中心のとこから出てますね。あ、これ枯れた後やね、ハブナが。ここ見えますか、これが花枯れた後ですね。これ種なのかな、これ何やろうか、ちょっとわからないんですけど、これが花枯れた後ですね。こちらがつぼみで、これがつぼみになる前なんかな。お、ここになんか虫がついております。こんな貴重な花をね、かじるこの幼虫をこうやってね、ポイッと、はい、でも殺すのは会社なので、はい、この雑草の中に逃がしてあげたいと思います。はい、改めましてこちらのつぼみからですね、花になった場合は先ほどの見てみましょうか。あら、どれだったか、これか。はい、こんな感じですね。このような花が咲くそうです。なんかこうシンプルやね、うん、なんかシンプルやね、うん、仏みたいな、この中に。すごいね。ね、すごい。見つけたやろ。うん、見つけたやろ。うん、てってりー。芋自体に何も変化はないんですけど、ここの畑は2号地と違ってちょっとね、葉っぱの大きさがちっちゃいんですけど、これ何も元ひも何も入れてなくて、そのままの状態ですね。これで葉っぱが結構ちっちゃい状態です。でもこの花が咲くっていうことは、湿度と温度がすごい今状態、条件が揃ってるということだそうです。葉っぱの大きさはね、30センチ、40センチぐらいか。ちょっと里芋は初めて育てるので分かりませんが、一応こちらの花、珍しい現象だそうです。はい、じゃあこちら、この花、花？じゃあこの花、すごい綺麗だなと、すごいいいもの見せてくれたなという方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。
よいしょ。